こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、弊社春風旅行者の新コース発表ということで新コースを発表させていただきます。それはですね、タヒチなんですね。今この瞬間にみたいなことをおっしゃられる方いらっしゃったかもしれませんけれども、ただのタヒチではないんですね。ただのタヒチももちろん普通のタヒチもやりますけれども、それプラスというのもありますので、どうぞ最後までご覧になってください。ですね、タヒチの場合はですね、とにかく太平洋のもう本当になんか絶海の孤島みたいな場所にありますので、こういう大きな地図を引っ張ってこないと見えないんですけれども、この赤いマーカーがあるところがタヒチの場所ですね。で、日本はですね、ここ向こうの方ちょこっと小さいのがありますけれども、見えますよね。こちらが北米大陸、南米大陸、こちらがオーストラリアですね。もう本当に太平洋の真ん中にあるような、そういう島がタヒチです。でですね、ここまでどうやって行くのかというとですね、日本からは、飛行機が出ているんですね。で、このフランス領ポリネシアというのが正式名称なんですけれども、ここに到着するわけです。で、そこからですね、多分モーレア島とか、あとボラボラ島というのは名前はお聞きになったことがあるかもしれないですよね。ボラボラ島は非常に有名なので、そういった島がいくつもできているのが、これがフランス領ポリネシアというのが正式名称では一般的にはタヒチと呼ばれています。でですね、飛行機はこのエアータヒチヌイというですね、飛行機が、タヒチの航空会社ですね。これが週2便日本と飛んでおりますので、直行便ですね、日本をですね、夕方の5時頃に出て、でタヒチに到着するのは朝8時です。朝8時に到着いたしますので、例えばその、このタヒチのパテーテというところに到着するんですけれども、タヒチのこのタヒチ島だけで過ごされるのもいいと思いますし、ただ朝8時に着きますからですね、この隣にあるモーレア島、これフェリーで30分です。それから有名なボラボラ島、こちらはですね、飛行機で国内線で50分です。朝8時に到着してますので、非常に余裕があって、十分時間があって、こういろんなところに行けるというのが、タヒチの到着時のいいところなんですね。でですね、そうやって飛行機に乗ってボラボラ島とかに着くと、これが待ってるわけですよね。これはですね、インターコンチネンタルズホテルズの、ボラボラ島タラソスパというホテルなんですね。今回私どものタヒチのツアーに関しましてはですね、エアタヒチヌイ、タヒチ航空さんですね、それとですね、インターコンチネンタルホテルズさんに、多大なるご協力をいただいておりますので、今回私どもはですね、インターコンチネンタルホテルズさん推しでタヒチをやってみたいと思います。もちろんですね、例えばそのセントレジスとかですね、ヒルトンとかいうホテルもありますので、例えば俺はヒルトンのカードを持っているんだっていうのをお客様であれば、ヒルトンのホテルももちろんお取りいたします。こちらはですね、この水上リゾートですね、オーバーウォーターロッジとかですね、オーバーウォータービラなどというふうに申しますけれども、そういうのがですね、非常に素晴らしく、手前が色が薄くて奥の海が青くちょっと濃くなっているの分かりますでしょうかね。これがですね、この色のグラデーションといったタヒチでは非常に有名な、なかなか見ることのできないようなグラデーションなので、こういったものをぜひご覧になっていただければいいですね。色の薄いところはもちろん遠浅です。で、濃いところは深くなっているので、泳ぐときにはご注意ください。でですね、こちらはですね、先ほどのバラバラ島とは違って、空港に近いタヒチ島に近いモーレア島のその水上ビラですね、水上コテージから、部屋の中からこう見ているところなんで、もちろんこの周りは海ですよね。海の上に立っていますので、でこのモーレア島の、これもインターコンチネンタルホテルなんですけれども、このインターコンチネンタルホテルのモーレアがいいのはですね、実はこの敷地の中にですね、ドルフィンセンターがあるんですね。でこのドルフィンセンターにですね、こういわゆるその、可愛くて頭が良くてお利口さんで優しいイルカさんですね、フレンドリードルフィンとかフレンドリーイルカっていうふうに申しますけども、噛みついたりしませんのでご安心ください。そういうイルカさんとですね、こう戯れたりですね、いろんなこう遊びができるんですね。それが一番やっぱりそのモーレア島の中のインターコンチネンタルホテルの敷地の中にあるっていうのがとってもいいですよね。そういう意味でも、インターコンチネンタルホテルズさんをおすすめしているわけです。でですね、タヒチはこの他にもですね、いろんな島があります。タハー島とかですね、ランギロア島とかですね、いろんなこう島があって、ボラボラ島とかモーレア島というのは非常にこう観光にも開発されている島ですけれども、そうではなくて、まだ観光開発されてなくて、夜は風の音しかしないっていうのは、そんな島もございます。でですね、タヒチも素晴らしいんですが、
それだけだと春風旅行士じゃないよねって言われそうなので、まあもうもちろんそうなんですね。今回私どもは南ルートというのを開拓しましたので、それを皆様にご紹介したいと思います。でですね、まあ、こちら南米なんですけれども、ここにですねパスクア島という島があります。このパスクア島という島までタヒチから5時間の飛行機で飛んでくるわけですね。パスクア島って多分聞かれたことないと思うんですけれども、この島にあるものは多分皆さんご存知です。それがですねこれなんですね、モアイですね。ですからつまりイースター島のことなんです。でどうしてパスクア島っていうのは、パスクア島正式名称です。というのはですね、スペイン語でパスクアっていうのは復活祭のことを表すんですね。復活祭のことをパスクアってスペイン語で言うんです。で復活祭は英語でイースターですから、まあ、それが転じてイースター島になってしまって、今世界中の人は誰もスペイン人の人はパスクア島で分かると思いますけれども、みんなイースター島になっているわけですね。でそのイースター島というのがそのモアイのあるというところですね。でですね、このパスクア島でモアイを、まあ、見るということができるわけですね。でですね、このイースター島ですね、実は残念ながらモアイしかないんですよね。モアイしかないんですけれども、じゃあタヒチから行って帰ってくればいいじゃないっていうことなんですけども、1週間に1便しかないんです。1週間に1便しかないくて、あと1日見て、まあ大体モアイもう十分なんですけど、そこからあと6日間もいるのはちょっとってことなので、そこでですね、このパスクア島から、パスクア島というのはあのチリですね、ここの細長い国がチリなんですけれども、南北に3000キロありましてですね、一年中四季がどこかであるという、まあ、とっても多様性のある素晴らしい国なんですけれども、その首都のサンチャゴですね、もしくはサンティアゴとも言いますけれども、そこまでは毎日飛行機が飛んでるんですよ。ただここから先が1週間に1便しかないんです。でここで2日してサンチャゴに来て南米を回ろうというのが今回のプランなんですね。でですね、このサンチャゴという都市がですね、位置的にすごくいいんですよ。でですね、ペルー、ボリビア、まあ、アルゼンチン、そしてブラジルと、ちょうど、まあ、中間とは言いませんけれども、非常にそれに近いところにあるわけですね。ですからですね、例えばペルーのマチュピチュですね、この鉱山のあの高いところにある町ですね、マチュピチュ、この後ろの山も登れますよ、マチュピチュですね。それからですね、ボリビアにありますのがこのウユニ塩湖ですね、これも非常に素晴らしいですね。ここにですね、薄く、まあ、あの雨季になりますと水が張って、いわゆるその鏡のようにこう反射させる鏡面現象というのが起きるわけですね。これが非常にこう素晴らしくて、皆さんこうお写真撮られたりですね、まあ、いろいろこうされてるわけです。これがウユニ塩湖ですね、ボリビアです。そしてこれはですね、あのアルゼンチンとそれからチリのちょうどまたがっているところにあるんですけれども、いわゆるパタゴニア大氷原と呼ばれるところで、これはペリトモルの氷河っていうんですね。でこういうところをですね、トレッキングができるんですよ。でもちろん氷河の上も歩けます。でこの近くにですね、あのパイネ国立公園っていうのがあって、とっても美しい自然がある国立公園があるんですね。これはトレッキングされる方は大体皆さんご存知です。まあ、そういったところにも行かれたりですね。そしてなんといってもブラジルとアルゼンチンの国境にありますのがイグアスの滝ですね。まあ、これはですね、あのアルゼンチン側とブラジル側と両方から見られますし、ブラジルはですね、昨年の6月でビザがなくなりましたので、もうどなたでもこの手続きなくスッとこう入ったり出たりできるようになりましたから、もうあの本当に自由にこうご覧いただける、まあ、そういうふうになってきたわけですね。まあ、こういうですね、南米の、まあ、これ本当に本当にわずかです、本当にこう一部なんですけど、そういった見どころをこのサンチャゴからですね、こういろいろ行けるわけです。で簡単なスケジュールで言うとですね、まずタヒチに月曜日の朝着きます。でそして翌日の、まあ、早朝ですね、パスクア島までの飛行機で、イースター島に到着します。そこでモアイを見ます。で火曜日着いて水木で、木曜日にサンチャゴに着きます。で木曜日サンチャゴに着いてそのまま乗り継いで、例えばウユニ塩湖、そして、もしくはそのマチュピチュへ、あとはまあペリトマレの氷河ですね。そして、この辺りですね、イグアスの滝ですね、まあ、そういったところをご覧になられて、そしてタヒチに帰るとこれが待ってるわけですね。タヒチは最後ですよ。でこのここでですね、こういろんなあの、まあ、その南米の疲れをこう癒したりですね、ほぐしたりして、またこうゆったりと、まあ、していただくと。でですね、月曜日に着いて火曜日に着きます。木曜日に着いて
月曜日にここから出発なんですね。週1便しかないので必ずこの月曜日のフライトに乗らないといけないんです。そうするとですね、木曜日について木金土日月だと多分1箇所です、行けるのは。まあ、南米はですね、ちょっとこう距離も長いですし、フライトルートがですね、そんなにたくさんは飛んでないので、まあ、南米にしてみれば多いんですけれども、まあ、私ども旅行会社がご案内できるほど多くはないので、まあ、1箇所ですね。ですから例えばそのマチュピチュだけとかですね、それからまあ、ボリビアのウユニ塩湖だけというような感じですね。必ずその、1回のフライトで乗り継げるところってないんですよ。例えばマチュピチュに行くにしてもどこかを経由してクスコに行かないといけないんです。そこから電車ですね。でボリビアの場合にはラパスという町まで行って、そこから飛行機乗り継いでウユニという空港まで行きます。まあ、そんな風にですね、やっぱり時間がかかるので、まあ、1箇所ですね。どうしても2箇所を見たいとおっしゃる方はですね、まあ、あと1週間延長していただくか、もしくはこのモアイを、まあ、見ないでそのまますぐ飛んでくる。そうすると火曜日に到着しますから、火曜日から1週間月曜日までありますので、そしたら2つは行かれます。1週間延長されるんでしたら3つは見られると思います。でそうやってたくさん見ていただいて、この、まあ、ここでなくてもいいんですけれどもね、タヒチのホテルで、水上リゾートでですね、まあ、水上リゾートもありますし、それからビーチ、オンザビーチの、まあ、ロッジもありますから、そういったところでですね、こうゆったりこう過ごしていただいて、この美しい青の海ですね、これを、海の青ですね、失礼しました、海の青を見ていただきながら、まあ、いろんな疲れを落としていただいて、そしてまた日本にお戻りになられるというプランが、まあ、よろしいんじゃないかなと思います。ですから、先ほど申し上げたような、その南米で1箇所見て、イースター島を見て南米で1箇所見るプランだと全部で15日間になります。月曜出発、月曜到着という感じですね。で、まあ、今回はですね、新コースということでタヒチ、そして、まあ、それだけでは春風旅行者らしくないので、そこから南ルートを開拓した南米のプランですね、まあ、そういったものをご紹介いたしました。私どものホームページのトップページにですね、この画像が貼り付けてあります。でここにリンクが貼ってありますので、ここをポッとクリックしていただければ、まあ、タヒチのいろんなツアー、もしくはですね、南米を含めたツアーが出てきます。ただですね、まあ、今日の発表に間に合わせるためにタヒチのツアーはたくさん作ったんですけれども、南米の方はですね、今ウユニ塩湖のプランだけです。タヒチに到着してイースターとウユニ塩湖、そしてタヒチと、まあ、そのような感じで作っております。で南米のプランの方はですね、今からどんどんと増やしていきますので、まあ、そのうちですね、イグアスの滝が出てきたり、ペリトモリの氷河であったり、それからマチュピチュであったり、まあ、そういったものもご案内させていただきたいと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。